日本の選手たちはかなり使ってる。チャオ、元プロサッカー選手の宮崎です。今日はね、このシュートしたらキーパービビっちゃうよってね、いうぐらいのまあすごいシュートがあるんですよ。まあ今日はそれをね、みんなに伝えていきたいと思います。僕はまあ今30代なんだけど、30代とかその上の人たちはもうキャプテン翼ってね、まあみんな見たことあると思うけど、まあ今本当にね、漫画だったりアニメだったりいっぱい見る機会あると思うんだけど、じゃあそのキャプテン翼の翼がね、ドライブシュートって言って、ある場面はまあね、まあ30代から上の選手、人たちはね、みんな分かってると思うんだけど、まあ分かってないね、多分小学生の子たちはなかなかこのキャプテン翼ってね、見てるってね、僕もスクール生に聞いてもあんまり見たことないよっていう子いるから、じゃあそのね、ドライブシュートって何なのかなっていうのを、まずは教えていきたいと思います。ドライブシュート簡単に言うんだけど、例えば、ホップするキックとかやっぱりカーブとかボールの回転、これがあるんだけど、ドライブシュートの場合はこうやってボールトップ回転します。いいですか、トップ回転、前に回転していく、前に回転していくことによって何が起きるかなっていうこと、地球のね、重力とか関係してやっぱ物って下に落ちやすくなるんだけど、じゃあその回転がね、より下に落とすための要は手助けしてくれてます。いいですか。で、じゃあこのドライブシュートっていうイメージは、前は伸びるキックはこうやってグッて下から上に上がっていくんだけど、このドライブシュートは山なりに落ちるか、もう本当に早く落ちる。いい？まあこういうね、蹴り方でもいろんな種類ができると思うんだけど、まあこういうことがね、ドライブシュートのポイントなんで、分かんない人はこのことをね、頭に入れてください。ドライブシュートかけるとき、やっぱりこうやって地面にあったらなかなかトップスピンかけるの難しいんだよね。例えば強いシュート打つときに、こうやってさ、潜らしてあげてこうやってやってもなかなか、強い回転かかんないから、まあどういう場面で使った方がいいのかなっていうのを多分みんな分かんないと思うから、まあ今日は説明します。ボール浮いてる時にこのドライブシュートめちゃくちゃ使えるから、まあいろんな状況あると思うよ。ボール浮いた状況はね、試合の中でいっぱいあると思う、練習の中でもいっぱいあると思うけど、浮いた時にシュートを打つようなチャンスがあったらこのドライブシュート試してみてね。で、どういうとこを蹴るかっていうと、真下蹴っちゃうと、前にもリフティングも言ったけど、ボールってこうやって上に上がっちゃうから、真下じゃなくて真下、ボールの真下より少しね、真ん中らへん、いい、ここを蹴ってあげることによって、今みたいに綺麗なトップスピンっていうのが出てくるから、まあちょっとね、蹴るとこっていうのは今のここの、まあ、割って半分に割って、この真下のとこからちょうど真ん中のとこ、広範囲、ここら辺ね、いい、ここのポイントっていうのを押さえてください。で、さらに回転かける方法があるんだけど、まあネットでも壁でも何でもいいけど、ボール自分でこうやって出すじゃん、上げて、要はちょっと下で、今みたいに今日のポイントは本当に膝下をうまく使う、これポイント、ちょっとももを上げて膝下で蹴る、いい、これがすごいドライブシュートでポイントなんだけど、なんか押し出すっていうイメージ、押し出す、ももを上げて下から押し出してあげると回転かかりやすくなるし、で、つま先も上げちゃうと今みたいにバック回転かかっちゃうから、つま先も少し伸ばした状態、これは伸ばした状態の方がトップスピンかかりやすいから、まあこうやってワンバウンドして伸ばしてあげる、OK、それだけでもボールのね、トップ回転がさらにかかりやすくなるから、まあこういうことも注意しながら練習してみてください。で、ボールのどのタイミング打つっていうのも結構大事ね。本当にショートバウンドはこれさ、こっから行くのなかなか難しいから、だいたいバウンドして上からちょっと下に落ちてきたぐらいを下から上にこうやって叩き上げてあげると綺麗なトップ回転がかかりやすくなるから、まあ一人で練習するときは、このタイミングってすごい大事。ボールが上から下にかかってきてるときは下の方から上にちょっと押し上げてあげるっていう感じだと綺麗なバック回転、トップ回転がかかるから、まあ意識してやってみてください。OK？ で、それが慣れてきたら、まあ本当に、まあゴールに使ってもいいし、まあ少しどんな感じの変化するかっていうのもやってみようか。これシュートするときに、例えば今日ね、少しさ、ピッチが濡れてるから、いい、濡れてるから、まあこういうこともそのボールの回転ってすごい使えるんだよ、試合中、ね。これで例えばボールを滑らせたいときだったら、早くボールを落としてあげるだけでボール伸びるから、キーパーキャッチしづらくなるからね。
地のコンディションも、何考えて、このトップスピンだったりちょっと考えてみるといいかもしれない。こうやって今ちょっと回転かかったの分かるかな。このドライブシュートね、実はプロの選手たちめちゃくちゃ多く使ってて、例えばプロの選手たちってボールを早く抑えたりとか、まあ、そのボールってさ、もう生きてるからさ、じゃあその生きたボールをじゃあいかにね、いい判断で、シュートだったり、まあ、いいプレーにつなげるっていうことがすごい大事で、その中でやっぱりボール浮いてるとき、例えばシュート狙うときにドライブシュートって回転して落ちるんだよ。じゃあ、本当は最初はゴールのねクロスバーをめちゃくちゃ超えてるんだけど、急に落ちてきたりとかして、じゃあキーパーはなんていうかな、目測というか、あ、これ絶対ゴールキックになるだろうなと思うんだけど、それだけど枠にしっかり入ってくるっていうね、まあそういう特性を生かして、やっぱプロの選手たちはかなり使っている。ドリブルしててわざわざこうやってボール浮かせてドライブシュートする必要は全くないんだけど、ね、プレーの中でそういう浮いたボールがあった時に、じゃあそういうのもアイディアの一つだよね。ボールが浮いてる時にじゃあこういうこと狙ってみれば、なんていうかな、本当キーパーも本当にびっくりするからね、かなり上のとこから落ちてきたり、やっぱり普通に飛んできてるやつがワンバウンド目でさらに伸びたりとかして、やっぱすごい反応しづらい、ね、ドライブシュートっていうのはまあそういう感じでやっぱ使うとすっごい効果的だから、みんなもねそういう局面がある時っていうのをどんどんチャレンジして使ってみて。ご視聴ありがとうございます。この動画を気に入ってくれたら、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。